ボスの人はアメリカ合衆国で10月16日前後に行われている行事で上司が一年を通して行ってきた行動が親切で適正なものであったことを感謝する日である。この日には上司に手紙や贈り物をする風習がある。この日は賛否両論が多く一部は絶対的な権力を持つ上司には必ず従わないといけないという社員及び従業員らに 不当なプレッシャーを与えているとして反対の声も少なくない。パトリシア・ベハロスキーアメリカ商工会議所に1958年に全米ボスの日として登録したのがこの日の始まりで上司への感謝と雇用者と非雇用者のわだかまりを解消させる目的で始めた日で10月16日にしたのは彼女の父親の誕生日から。この日を制定した理由は 彼女がふさわしいと思っていた上司に感謝の気持ちを示すためであり、若い従業員や社員は、上司の責任や全うしなければならない任務の重さ、苦労などを理解していないだろうと考えていた。4年後の1962年、イリノイ州知事の夫カーナー・ジュニアは、ハロスキのボスの人登録を指示した。US ニュースワールドレポートのアリソン・グリーン氏は、伝統的なマナーとしては、 上司から従業員に贈り物をするのが普通であり、この日には必ず上司に必ず贈り物をしなければならないという義務を負いプレッシャーを与えられていると述べているとしてありがとうございます。